っていうのは、ほら、見てもらって緩むでしょ。ほなら、例えばね、こっち力かけても緩まへんでしょ。右に持ったら、これ外へ力入れたら緩むんです。わかります？緩んだらダメですよね。うん、緩んだらダメ。だから右左、ものによって右左ないのもあります。説明します。で、これはこっちが緩まないから右を。で、これを緩めたい時は内へ引いて緩めたら緩みます。これを癖つけてください。その意味を分かっといてもらっていいわけです。これだから左使ってもらうと、あの別の方が左つこうたって気にせんかったら分からへんですよ、言ったら。実際問題言ったら。でも例えばちょっとなんかした時にこれでほら緩むんですよ、こっち力。だいたい外へ、内へ力かけるって何普通は。だから必ず外へ力かけるから外が緩んだらあかんですよ、基本的に言うと。でも例えばこれは右でないんです。要は同じ方向だから、こういうメーカーも当然一般的にはこれが多いんです。だって逆に右左作る方が少ない。例えばレキーというブランドであったりとか、ブラックダイヤモンドは右左あるブランドではあるんです。はい、一応これ、OK、はい、はい、あのこれは何のためについてるか、これは、刺さるんです。当然これ硬いチップ、危ないんですよ。はで、あの人に当たったら当然怪我するし、それからまあ山の中でこうやめったやたらついたらあかんし、それからあの木の根っこつついたりとか、木道とか木の階段をこれつつきゃ穴が開きます。だからここは意味はこれはこの点で支えるからこう使うべきなんです。ただ危険なものなので、それからさっき言ったように保護のためとかでキャップはするべきとこではしてください。それはどっちを取るかはその人の判断です。人からとやかく言われることじゃないです。なんでかって言ったら、これが点で支えてくれるおかげでストックって役が立ちます。こうはつきません。これで立てるんです。これゴムをやったらスペンっていきます。本来必ずこれ石突きって石をつくものだから、これで止めるんです本当は。だけどそれは確かに木の階段これでやったら穴どんどん開いていくし、それから道をガンガンつきゃ、だからいかにこっからはもう善意じゃないな、モラルっていうかマナーっていうか、もうここはその人によって考え方が変わるので。で僕これ言ったら必ず YouTube は叩かれるんです。あのキャップなんでつけへんねんって、その山行くな、いやあのこれでついて教えとったらキャップつけることから教えろとか、ね、いろいろコメントくるんですね。でもそんなこと言うと意味は、そしたらもう最初からこれがないんが当たり前です。でもこれはつけてるわけです。これは意味があるから。でそのためにキャップをつけてるので、さっき言った自分がここはつけたらあかんな思うとか、ついたらあかんな思うとかつけてください。でも基本は外してください。それが正しいです、この道具としての意味です。はい、でいくよ。はい、片足立って、はい、ついて、そっから寄せて、ほら出すじゃないか力がいります。だけどずっと円錐ではつけません。だからここの寄せ具合はその場その場で考えてください。はい、で上りの時は先、立った時にほらこういきますって言いましたね。その時にストック位置は横もしくは少し後ろの外で、そこから、はい、押したら前出ます。押したら前出ます。ほら出るやろ出るやろ出るやろ、わかる。それで推進力を得ます。上り、及び平足の場合は推進力とバランスです。前へ行く力とこの寄せとくことによって左右のバランスです。下りの場合は今度ブレーキとバランス、これを入れると、こう降りたらしんどいんですよ。これはこう降りたら楽なんですよ。ただこれを気をつけながらここに乗ったら飛びますからね。必ず逃がし方を覚えてくださいよ。だから上りも下りもこの長さを長くも短くも使う。だから遠くへ突きたい時にこの状態、ほら遠いでしょ、わかります。手伸ばしてもほらそうされて、そうつけるから、これを覚えてほしい。どうです、はい、ほら行くよ。こっから上ります。さっきのことね。はい、でこれは段差のつき方、例えばこの状態から押す力とここから押す力、感じてみて。例えば多分ね、この高さやったら肘直角から短かったらこれがちょっと力いるはずです。
で、ここに上げたら今度力入れやすいけど最後余ってくるので体の前へ持ってきたら楽なの。短くする。さあ、次あるよ。で、必ずこう段差を上がるときに前へ次つく場合があります。こうつくんじゃないからね、握ってるってこないって言ってるからね。そうなんだよ。つかないとき、いらないときはつかないの。引きずっていくので、引きずってガチャ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 うるさいから、このさっき言ったこの2本でちょっと上げとく。ちょっとだけこれやったらあかんよ、絶対あかんよ。だから上りでこれやったら後ろに刺さるから、さっきの話ですよ。これ先を刺さる危険やってこと、そういうことですからね。必ずこれを踏むのが、踏んだ人が悪い。だってこうやってこれをこう踏まれるってことはテリトリーが入ってすぎやから、そこは離してほしいんや。だけどこれで持ってやったら後ろに刺さったらこいつが悪いからね。で、必ず自分も危害を加えることもあるし、危害を加えられることもある。だからそれを分かった上で使ってください。だからいらんときはこうやって引きずっていて、ちょっとだけ持ち上げといて。ほんなら、で、もっと言うと、さっきの流れに合わせて、例えば行くよ、はい、トン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 、ほら、わかる？省略すんのよ。いちいちこうやって回す、ずっとついとったらこれしんどいんよ。いや、だからノルディックウォーキングっていうウォーキングアンスポールを使った歩き方、あれはこれを利用してスピードを上げていくわけです。それ全然間違いじゃない。でも山の場合は荷物を背負って長距離歩いて時間かかるわけです。それをいかに力を使わへんかで使っていくので、この足だったらもうしんどってかなので、ここから、はいはい、ちょんとついた後ろへ押す、ちょんとついた後ろへ押すをフラットなところで使えば、いちいちこうやって持つ必要もないし、よくみんなこうやって手に片っぽ持って、これストックは常に使うもんですから、あの担ぐもんじゃないっていうことを、要はあの笑いでみんな上り使わんで済むんです。担ぎますや。で、下りになったらいいよ。だからあのね、上りと下りどっちがしんどいかって話ですよ。わかります？上りはしんどかったら上がらへんかったらいいんよ。でも下りは行くんや。止める方法は何かって言ったら、何回も言うけども、この筋力なんて言ったら、この筋力は上りでいかに残しとくかな、使わないかな。だから上りで必ずちゃんとストック使って上がっていってやれば筋力は温存できるわけです。そしたら下り先だ、残り足効かせて、これが効くんです。これ効かへんから落ちていくんです。で、そのブレーキをストックで取ってほしいわけです。ほんなら山入ったら基本的に言ったら、いや、山というか車から降りたらストックを使うべきです。それをもう邪魔、手持ちぶさた、腕が痛いはストック使えてないだけ。だからあの、このほら、引きずりのチョン、ほら、チョン、ほんならほとんど力なく保持できるわけですから、なおかつ体が前行くんやから、で、使ってほしいわけです。はい、頑張って登ろう。基本的な話をすると、上りの場合に右足を上げたら、左足を上げたら右が効きます。左を上げて左は効きにくいんです。役目としては上りの場合に左足を上げたら右ストックは推進力、左はバランスを取る。なんでかって、こっちへこう押したいんですよ。こうじゃないのよね、わかる？こっちも来たいんよ。ならこれを押し込んでやったら体こっち倒れていくよね。それをストックで、左のストックで支えるのよ。役割が違うの。でもただ段差が大きいとかは両方で当然するんですよ。でも意味としては、上げた方と反対が推進力で、下りは残ってる足を支えるため、だから残ってる足が左であれば右ストックがメインが下げていく。ストックで自分の行き先を潰したらあかん。だから例えばこっち、じゃあのこっちこう下ろしたいのに、ここへついたらこれ下ろされん、ここついたら下ろせるよ。だから例えばね、これだからこれはあかんのよ。だからわかる？月1これもあかんわけ。これはあるやん、効くんは怖いね。でもほら、この状態から寄せるんが正しいんであって、最初から寄せとったらこれ足上がらんか、行き先塞ぐやん。邪魔だ。そうなん、そのとおりやな。基本で言ったら、この自分のこの
体の大きさっていうか、この、これはちょっともっと外しできない。で、最後は横向こう。